はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、ちょっといつもとね、別のレイアウトにしてますね。で、今までもこうテキストをちょっと入れてたんですけど、まあテキストをなるべくそのまま見たいっていう感じのご要望がありまして、じゃあどうしようかっていうことでね、いつもはね、フルサイズ換算で PSC とか16mm、14mm、だいたい8、あれ7っすよ、だいたい 24mm ですかね、 24mm から25、6mm ぐらいの感じかな。16で8、さ、8、25、8、3、24。そうですね。24mm から、21mm から 24mm ぐらいですかね。そのぐらいの間でカメラをぐっとこう寄せて、で、まあ一応広く撮れるんで広く撮ってって感じでやってたんですけど、どっちかといえばね、こっちの字ですね。字をはっきり見せるために、今はですね、換算、まあAPS-C で 35mm なんで、まあ 50mm ちょっとぐらいですね。50mm ちょっとぐらいで、これにもピン、これって俺ですけどね、俺にもピントが合う状態でできるのかと、あとは自分の顔だけぴょこぴょこ映ってて、なんかおかしくないのかと、それを確かめるテストですね。で、シャッタースピードが今30分の1で、で、まあ F 値が 6.3 と、で、ISO 感度が2000に、このちょっとライト、ちょっとしたライトをつけていると、そんな感じなんですけど、いかがでしょうかね。これに、これを貼って、まあいけない、あ、まあいいのかな、なんかね、まあでもいっか、ちょっと専門的な感じもしないでもないって感じですよね。結構知ってる人だぞみたいな。別に知らないんですけどね。それはそれでちょっとそれもいいかなと思うんで、ちょっとね、試し撮りになります。まあもしかしてこういった形でちょっとやるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。花太郎でした。